どうも、こんばちわんこ、すっころべイこです。今週も今週とて、ギア表動画なわけですけども。まあ今回はね、またその、毛色を変えまして、最近ね、仮面ライダー、一作品に多すぎねって思いまして、なんかね、配信でちょっと喋ったんですけど、まあやっぱり二人がちょうどいい、まあ三人でギリ、かなと、個人的には思いまして、なおかつ、なんか最近は、 推しのキャラクターとか、推しの俳優さんが仮面ライダーになったら、それだけでバズるというか、喜ぶっていう層が増え始めまして、まあその人たちを否定するわけではないんですけども、まあ僕は文脈として、まあ物語として必要のない仮面ライダーはいらないと思ってるタイプなんで、ここで、え、こいつライダーになっても意味なかったじゃんっていう奴らで、 ちょっと、ティア表を作っていこうと思うんですよね。S プラスが一番ダメというか、個人的に好きじゃない。まあ嫌いなのかなまあ嫌いと言ってもいいのかもしれないくらいのティアですかね。で、まあそのライダーたちの選別なんですけど、まあ各作品に一人いるかなって思ったら意外といなくて、だから別に他人数ライダーを否定してるわけじゃなくて、本当にキャラとして扱えてないっていう奴らがどれだけいるかっていうのを選別したら、 本当に結構難しくて、割と人数少ないなとも思ったんですけど、あ、もう出しますか。で、まあ今回のメンツはこんな感じになっております。はい。まあこのメンバーでやっていこうと思うんですけども、まあ何がびっくりしたかって、リバイスのライダー5人もいるってことですね。一応、その、もう最初に触れますか。最初に触れます。こいつ入ってんのおかしいだろうって、満場一致でみんなが言うやつ。まあこれですね。 こいつがこの不名誉なティア表に入っていいはずがないっていう方は多分ほぼほぼ多いと思いますけど、まあ完全にその後付け族としてはやっぱ入れないわけにはいかないと思いまして今回入れたんですけど、まあ C ですよね、彼は。まあ彼に対しての不満点があるとすれば、最初からそういうキャラクターだったらもっとよかったなっていうくらいですかね。マジであの、ノイズですからこれあの2周目3周目のあの1周目のノイズには実はそんなにならなくて、 2週目とか3週目見るときに、やっぱりあのー、綺麗なザックを見た後に、あの、カイトの腰巾着のザック見ると面白すぎてニヤニヤしちゃうんだよな。だからまあ、不満点があるとしたら本当に最初からこういうポジションのキャラクターとして、その作って欲しかったなっていうくらいですかね。マジで。だからまあ、ザックは全然 C でいいんですよ。まあそこは一応もう最初に触れようかなと。で、まあ、01というかまあ、今回その、人数が少ないから、 ちょっとでも水増ししようかなって思っているってやつが何人かいるわけですよ。で、ゼロワンも、その、イカズチとかナキも入れようかなって思ったんですけど、ちょっとあのー、ゼロワンさんに関してあの、3号ライダーが強すぎて、あの、イカズチとナキ霞んでるなと思って、まあ、イカズチとナキ入れるとしたら、まあ、A かなキャラクターのポジションとしてもまあ、変身できるっていう設定あったとて、 ぐらいな感じなんで、なんかあんまりその議論の余地がないライダーになったことに関してはって感じだからね、なったとてキャラクターの魅力が損なわれてるわけでもないし、なんならそんなに魅力あるキャラクターとして描かれてるかなっていう話にもなってくるんで、まあまあまあっていう感じで今回入れなかったっていう感じなんですけど、 今ね、その、A ランクのところにこう、5人並べてるんですけど、まあこいつらは A より下ってことは100%ないから一旦ここに並べてるんですけど、まあどうせ S 行くだろうから一旦全員 S に移動させとくか。A から下をとりあえずまず決めるかって感じで、そうっすね。まあデルタは三原なんですよ。だから、三原って、 で、結局なんで出したのかなっていうのは僕はずっと考えてて、デルタはね、その事情というか、まあ、憶測なのかな方式なのかなまあ、女性ライダーを出すにはまだ時代が早すぎたっていうところのなんかキャストの都合みたいなのが、 なんかあるみたいな話は僕聞いたことあるんですけど、まあそのせいで急増で三原ができたっていうか、三原を出せざるを得なかったっていうのは、まあ多分本当だと思うんですけど、事故みたいなキャラクターではあるんですよね、三原って。ただ別に、そのデルタ、三原がデルタになったところで、なんか、お互いのその、キャラクターのなんて言うんだろうな。 三原としてでもそうだし、デルタとしてでもそうなんですけど、評価を下げてるわけじゃないじゃないですか。三原って別にそんなに元々っていうかまあ、夫でなんで、もともとっていうのがそもそもない話なんですけど、人気あったキャラクターがライダー化して下手れたっていうその、今絶賛放送中のその超永久錬金術師みたいなパターンではないわけじゃないですか。ライダーになってからなんか三原って微妙になったよなっていうキャラクターではないじゃないですか。 っていう意味だと、ガチモンのどっちでもいいな気がするんですよね。逆に、例えばタックンが変身したらとか、草加が変身したらとか、北キが変身したら、みたいなことを言えば、デルタは結局強い部類には変わりないっていうのもあるんで、三原が変身したとて、そのファイズのベルトのシステム的に、デルタの評価を下げてるわけではないんですよね。だからすごい絶妙なところにいるから、まあ、どっちでもいいなんだよな。正直。で、えー、っと、 だから、どっちでもいいが意外と多いんですよね。だから、つくよみもそういう意味だと、まあ別にどっちでもっていう感じなんだよな。だ、かといって、なんか、つくよみがライダーになったから、おお、とも思わなかったしね。まあ、どっちでもっていう感じかな。まあ、人によっては多分、つくよみあたりは、あもう、つくまでライダーになっちゃったよっていうか、まあ、時空ドライバーがちょっと安売りされてるのが、 嫌な人はいるのかなっていう印象はあるけど、S まではいかないんじゃないかな。三原よりは上かな、言うて。やっぱ三原は本当にもう、ザ、無味無臭な感じ。褒めるところもなければ叩くところもないみたいな。そんな感じかなって思う。デルタがかっこいいだけ。まあ、唯一評価点で言ったら、サポート能力高いよねっていうところでの、 まあ、ファイズのさ、その、アクションの魅力の一つとして、すげえ、その、ドラマパートで仲悪いのに、連携すげえなっていう、その、ライダーたちのね、連携攻撃のかっこよさっていうところの盾役者が、見原っていうところが、俺は唯一の彼の評価ポイントかなって思ってるんで。で、えっとね、えっと、あとは、まあ、ポッピーは B でいいか。まあ、ライダーになったとて、まあ、でも別に、みたいな。 ところはあるんですけどポッピーに関してはあの味方としての仮面ライダーポッピーは正直いらねえんだけどやっぱりあのポッピーピポパポもバグスターだよねっていうところからのそのポッピーが敵になったっていう絶望感は結構俺あったと思うんですよねだからポッピーを仮面ライダーにする意味ぐらいはあったと思うんですよ 設定上もそのポッピーって、あの、ゲーム内の、あの、キャラクターというか、ゲーム内のなんか、いわゆるナビゲートしてくれる女の子っていうところだから、そもそもの怪人体を持ってないというか、あの姿が、まあ怪人体みたいなもんじゃないですか。だからその、まあパラドと一緒っすよね。だから敵になるには仮面ライダーに変身しなきゃいけないっていうのも、設定としてはちゃんとしてるし、ただまあ、うーん。 なんなくてもよかったっちゃよかったよなっていう。どっちでもいい。どっちでもいいってほどひどくはないけど、うーんって感じ。ちなみにポッピーの仮面ライダーポッピーの見た目はものすごく好みです。割と僕はこれは性的に見れますね。あ、そんな話はいらない。そんな話はいらないか。で、えー、っとね、まあ、ムツキ。ムツキもここなのかな ?C には行かないかなっていう感じ。 だからね、俺、ムツキは最近ブレイドを見て、あのー、思ったんですけど、まあ、ブレイドって、そのトランプがモチーフに入ってるじゃないですか。で、主人公がスペード、まあ、ライバルがハート、で、先輩がダイヤっていうところで、じゃあまあ、クローバーのライダーもいるよね、くらいな、 本当にそんなレベルの発想で存在してるライダーだと僕は思ってるんですよ。でもやっぱ俺はレンゲルはマジでトランプだから4人ライダーでしょうで、とりあえず出しただけだと思ってるんですよ。それがね、まあやっぱり20年の時を経てここまで愛されてキングホンまでね、その手に入れるっていうのは結構すごいことだとは思うんですけど、でも今僕がやってるのはその推し文化撲滅キャンペーンなんで、 20年間適されたブレイドファンたちの、その、ムツキファンたちの愛情っていうものは、まあ全部無視しようと思ってるんで、そういう意味だと、まあ B かなと。キャラクターとしてそんなに悪くはないんですよ。いわゆるその、未成年で未成熟な戦士で力に溺れてみたいな。ケンザキとか、立花さんとか、初めでは描けないライダーの視点を描くっていう分には、 僕は結構ムツキって頑張ったキャラクターだとは思うんですけど、何せその仮面ライダーブレイドっていう作品の本筋と、ムツキの成長っていうのが全然関係ないところにあるんですよね。まあそもそも職業ライダーっていうところで一人だけ高校生っていうのがね、もうそもそもなんで、その初めみたいに正体がアンデッドっていうところで絡めるんだったらまだ別なんですけどね、社会人じゃなくても。っていうところでムツキは B かな。で、えっとね、 ギーツのキャラクターは別に仮面ライダーに誰がなってもいいだろうというか、まあ竜気と一緒で、誰がなってもおかしくない世界観だから、突っ込みどころってそんなにないんですよ。でも僕は今回ハクビ、まあサラ姉ちゃんを入れてるんですけど、なぜサラ姉ちゃんを入れたかっていうと、人数がちょっと少ないなって <laughs>。あ,あまあ冗談です、冗談です。本当に冗談です。 えっとね、仮面ライダーにするんだったらそこで殺せよってやっぱ思ってるんですよ、今でも。ここで殺さんといつ殺すねんって俺本当に思ってたんですよ、放送当時。いやいやいや、デザルワで殺さんかったら、女神に償わせるっていうその弟のその怒りのやり場というか、もうあとちょっとだったじゃん。もうあと何か一押しでケイワはおかしくなれるっていう、その段階に行ってたんですよ。そのデザイアロワイルの時に。 ドラマとしてもその、あ、もう、じゃあしょうがないな、ケイワ君ってなる。本当に周りの声が全く聞けなくて、でも姉ちゃんの前だけでは、まだいつもの桜井ケイワに戻れるっていう、すごいなんか、ギリギリのところに彼はいたと僕は思ってるんですよ。そのデザロワン時。だからまあ、せっかくね、仮面ライダーにしたんだったら、ここで殺さんかいと。っていうか、殺さないんだったら仮面ライダーにする意味ねえだろう。 とまで僕はやっぱ思ってるんで、そういう意味だと、サラ姉ちゃんはちょっと S 行くかなってちょっと思ってるんですよね。ただ、ハクビになったところで、サラ姉ちゃんの魅力が損なわれたかって言ったらそんなことはないんですよね。これはね、でもすごいことだと思います。マジで。うわぁ、ついに桜井、サラも仮面ライダーになったかとかじゃなかったんで、そういう意味だとやっぱ S は高すぎるんですよね。いやーマジでね、 桜井紗良っていうかね、俺これはね、白ガネネさんに助けられてるだけな気がするんですけど、だからええかな。いやでもね、マジで桜井紗良っていうキャラクターそのものが、その、桜井紗良のその描写っていうよりは、 シダネネさんの演技力とルックスに救われてるだけな気はしてるんですけど、だから、あれくらい本当に理想の姉ちゃんっていう見た目と演技力じゃなかったら、このキャラどうなってたんだろうなっていうのは、今でも割とちょっと思いますけどね。で、まあ、リバイスのキャラクターの話をするんですけど、触れなきゃダメかなぁ。 触れるこいつ。いや、かわいそうなキャラランキングだったら、問答無用で1位いくやろ、こいつっていうキャラクターだと思うんですけど、刃いは。いや、だって、何から喋ればいいんだろう。いや、でも、S プラスに行ってもいいんすけど、まあ、仮面ライダーになってるっていう部分だけで言ったら、仮面ライダーにならなくてもいいのにティア表だから、これ。いわゆるライダーになったから魅力が損なわれたとか、 いや、こいつライダーにしなくてもよくねみたいな部分だと、今思うと別にその技術顧問で、その自分専用のライダーを作れるっていう意味だと、一番そのあの世界だと、ライダーになれる資格というか、ライダーにポット手でなっても違和感ないキャラクターではあるんですよね。でも、なんだろうな逆に C なのかなライダーになったから魅力損なわれてるとかじゃなくて、 イはユアっていうキャラクターそのものがちゃんと描写できてないから、別にバルキリーがどうとかじゃないんだよな逆に C なのかもしれない。いやもう D なのかな論外なのかもしんない。うわ、イカズチとなき入れでよかったなこれだったら、むしろ。バルキリー D か。D っていうか、ちょっと選抜、間違えたね。キャラクターの選抜を。仮面ライダーになったからどうじゃねえわ、この、 キキャャララはそそのののっていうキャラクターそのもにのに問題があることに気づきましたなんか、イメージで入れちゃったけど、よくよく考えたらだな。ライダーにする必要があったのかな、じゃないんだよな。出す必要あったのかな、なんだよな。刃ユアに関しては。もうそのレベルだったわ。ちょっと、マジでイカズとなきにすればよかった。今からでも変えようかな。まあでもいいやもう。まあ、ここですよね。 頂上決戦。ライダーになる必要はなかったよね。と、ライダーになったから台無しだよね。っていうところで言ったら、まあ、台無しまで行くのかなライダーになる必要なかったよね。と、まあ、ジャンヌはエツだと思うんですよね。マジで、桜をライダーにした意味って何があるんだろうっていう。 これはね、配信でも言ったんですけど、まあ、ガールズリミックスっていう名作が生まれたっていうのをね、そのコメントで書いてる人もいたんだけど、逆じゃねって思って、ガールズリミックス作るためになんか、桜をジャンヌにしたんだったら、なんかもうスピンオフ限定のライダーでよかったじゃんってなっちゃうから、いや、マジで、ジャンヌのなんかあるのかなって思って、まあでもライダーになったから台無しになった、 キャラクターかって言われたらまあそんなことはないのかなとも思うんですけど、えでも逆なのかなライダーになってないくせにあんなピーチクパーチクわめいてたら逆にうぜえのかないや自分では戦えねえくせにさ、偉そうにお兄ちゃんに文句ばっかり言って、一騎とか大事がいなかったら怪人一人倒せねえくせによ、みたいな。 武道を習ってるからって調子こいてんじゃねえぞ、小娘がってなってた可能性はあるから、むしろライダーになったことによって救われた可能性まであるのかな。 ライダーになったから、ああなっちゃったのかなライダーになったからああなっちゃった可能性の方が高えな。そこまでひどくなかったよね、序盤の桜って。なんか割とよくいる妹って感じだったよな。あんなひすってなかったよね。今あれ思い出したわ。昔コメント欄で書いてた人がいたけど、あの、一気の契約の代償みたいな話した時に、 桜と大事にも何かの代償があるみたいなニュアンスの発言がね、確かね、本編であったんですけど、それに対して桜の代償っていうのが変身するためにヒステリーになるっていうのがあって、それを思い出したんですけど、もしかしたら本当にそれがあったのかもしれないね。じゃあまあ S プラスかな、やっぱ桜は。なんか、可愛げねえ妹になっちゃったよな。だから戦えることによって。 戦えないからこそ、そのお兄ちゃんに頼らざるを得ないからこそのなんかヒステリーが通用するは僕は結構あると思うんですよ。本当だったら私が戦いたいのにっていう焦りがあるんだったら、なんかあのヒステリーになってるみたいなのもちょっとわからなくはないかなっていう。お人好しすぎる一揆とか、ちょっと優柔、まあ優柔不断っていうのかな。まあ優しすぎる大地とかを見て、私だったらって、 なってるキャラクターのままだったら良かったのかなっていう。なんか妹としての可愛げがなくなった上で、お兄ちゃんたちが必死になんか守ってるっていうのが余計に良くないキャラクターだったのかな。で、まあ仲良くお前ら上だろう。で、まあアギレラはもう言わずもがなでしょう。仮面ライダーになったから、まあ台無し、まあやっぱ台無しだよな、やっぱり。こう、償いってそういうことなのかな。 って思うこともあるし、な、なんだろうな。なんかやっぱもやってするんだよな。アギレラって仮面ライダーになったことによって。じゃあ死ねっていう話ではないんだけど、まあでも死んだ方が一番よかったんだろうな。中途半端に生きられるとな、みたいな。だから、オルテカみたいになっててよかったんだろうね。最後の最後に助けられて、みたいな。そこでやっと桜と、 友達になれるみたいな感じにすればよかったんだろうなって思う。でも、懲役刑はちゃんと受けるみたいな。それが一番よかったのかなとは思うね。なんか死なせたら死なせたで、ちょっと後味は悪いかなって思う。でもまあ、デッドマンズで言ったら、玉木は一番変身させてあげてほしいキャラクターではあったね。まあ、玉木はどっちでもよかったかな。それで言ったら。 まあなんならそのオーバーデモンズうんぬんじゃなくてさまあデモンズそのヒロミさんがいなくなってその戦力が足りなくなったみたいな時にじゃあ誰があのデモンズになるんだって言ったらやっぱり玉木だったと思うしそういう意味だと玉木だけはまあなってもよかったんじゃないかなとは思うただまあなったとてだったんだけど活躍の場で言ったらね活躍はしてないけど別になんか彼のキャラクター性が ライダーになったからって何か損なわれたかって言ったらそんなことはなかったかなぁとも思わなくはない。で、うーん、牛むすか。牛むす。牛むすは、やっぱ、なんかなぁ、お前がなるんだっていうので S かなぁ。牛むすって言っちゃダメなんだっけ牛むすって言ったら怒られるらしいね。 ヒカルくんのことを牛むすって言うとリバイスファンに怒られるらしい。いや、なんのカタルシスもないというか、いや、そういう意味だと、その、急遽変身させたからカタルシスを作ろうとしたっていうのは俺偉いとは思うんですよ。あの、いわゆる疑似家族的なさ、あれでそのヒカルくんのキャラ付けをして、あの、戦う理由をつけたっていうのはいいんだけど、それまでのそのキャラクターへの感情移入がないから、 どれだけその素晴らしい演技を見せられたところで、なんか雰囲気で泣けるような空気だけ出しとるな、こいつらって、すげえ冷めた目で見てたっていうのはあるんですよね。やっぱ積み重ねがないから、いや、あったんだとは思うよ。その、本編で描写されてないところで、そういう積み重ねがあって、ヒカル君は歓喜余ってしまったっていうのは、きっとあるんだと思うよ。あの、あの疑似家族に関しては、ウィークエンドの。ただ知らん。そんなもんは知らん。いや、それはもう本当にそうよ。 もうそうとしか言えん。そのレベルで感情移入ができねえから、あんなの見せられたところでなんだよな。だからまあ、別にならなくてもよかったんじゃねっていうのはあるね。まあだからまあ、かるくんは S じゃないかな。だからって、その彼のキャラクター性が損なわれるかどうかって言われたら、そもそも知らねえもん。どんなキャラか。とりあえず桜のストーカーっていうことぐらいは覚えてるけどね。 あ覚えてたけどね、その段階だと。で、思い出作り変身さんはどうしよっかないやーこいつさーだってあれでしょそのー、本来変身させる予定だったけど、いろいろ変わって、その、仮崎っていうキャラクターそのものが、人気出ちゃったから悪そうに見えないように忖度した結果、わけわかんなくなったっていうキャラクターでしょでも、変身させる予定だったから、 ささせせてててああげなききゃっいいうのでそののでででそは無理やり胸話ができたわけでしょ俺あの話さ本当にあの感動したみたいなさこと言ってる人を見ると結構正気かって思うんだよな一人の人間のわがままで一気がその家族のことを忘れてるっていう流れはどうしても擁護できない戦わなくてもいいやつと戦って記憶なくすってマジで意味わかんねえから しかも、そんなに強くなかったし。まあ、アルティメットリヴァイ、アルティメットバイスが強かったって言われたらまあ、その通りなんだけど、リヴァイ・バイスが強すぎただけでしょって言われたらね、まあ確かに、銃がを強い弱いって言ってもあれなんだけど、まあでもなー、あのライブがやられたってならなかったからな。 お、いつも通りやられとるわ、大事くんって思っただけだから、そこが多分問題なんだろうな。大事がもうちょっと頑張れば、こいつもうちょっと強そうに見えたんだろうな。おーおー、いつものユカペロプレバンライダーたちが、またユカペロさせられとるわ、としかお、マジで思わなかったから、<laughs> こいつの褒められるところって、マジでデザインだけでしょ。誕生の経緯もクソだし、戦績もクソだし、変身者もクソと来たもんでしょ。まあ、一応、謝ったから、 許すのかな俺でもあれもな僕は謝ったら大抵のものは許すべきだと思ってるんですよ。それこそ特撮じゃないですけど、その僕のヒーローアカデミアの爆豪とかもあのデクに謝ったじゃないですか。もうあの時点でもう攻めることはできないんですよ。謝ったじゃんっていう僕は言うんですよ。謝ったじゃん。デクも許したじゃん。じゃあもう俺たちが言うことってないじゃんっていう。 いわゆるそのね、第1話のいじめの描写。まあワンチャンタイプですよね。あれは僕ずっと引っかかってるんですけど、でももう謝ったし、やられた相手が許してるんだったら、もういいじゃんっていうタイプではあるんですよ。ただこいつに関しては俺未だに許せてないんだよな。誠意を感じない。謝罪に。本当に申し訳ないと思うなら、そいつの実家の銭湯になんか入れない。入れないし、 パフェなんて食べれない。こいつに関しては、マジでライダーになったことによって、マジで全てをゴミにしたと思ってる。もう S プラスじゃ足りないんじゃないかな。もう SSSS プ SS ラスくらいじゃないこいつ。マジでクソだと思う。やっぱりパフェの話してんのは本当にクソ。ファイナルライブツアーの話を考慮してやれよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、あれはもうやって当然のことです。人殺しが、 その辺に落ちてる感拾ったくらいでその罪が晴れますかっていう話ですよ。もうやって当たり前のことをしてるだけです。っていうかまあ多分罪としては一生許されない。そういう意味だとり崎は普通に S プラスです。ていうか仮崎を S プラスに置くんだったら、 サクラと花は S に落とします、僕は。マジでそれくらい仮面ライダー自由がは、あの、呪われたライダーかなって思ってます。思い出作りっていうもののために、ここまで一人のキャラクターのその尊厳を破壊するというか、魅力を損なわせる。胸くそにする。もうちょっとあんまり僕の語彙力じゃ、これ以上のその、 ジュウガの胸くそさっていうのをね、あの、表現できないんであれなんですけど。だからまあ自由は本当にもう SSS プラス。ファイナルライブツアーの仮崎の描写で SS プラスに下がるくらいじゃないかな。俺マジでジュウが嫌いなんだよな。だから、多分一生好きになることないと思う。ジュウガは。なんからジャンヌとかアギレラは変身させる必要あったのかな って思う程度なんですよね。やっぱり。あの話をよく書けたなって思うよ。本当に。はい。というわけで、これが一応、これ何のティア表だったっけってなるけど、まあ、仮面ライダーにならなくてもよかったんじゃないかランキングですかね。仮面ライ、まあ S、S プラスが仮面ライダーになったことによってキャラクターの魅力が損なったや。まあ S、S プラスが、ま、あならなくてもよかったんじゃねえかな。A が、ま、あどっちでもいい。 B が、まあ、なってもよかったけど、いらないと言われたらいらなかったよね。C は、ま、絶対必要だった。で、D にバルキリーがいます。ロンガイ。あ、で、ジューガが SSS プラスです。この辺にね、あのー、ジューガがいて、この辺にバルキリーがいます。バルキリーはマジで1000ガイです。不遇キャラクターランキングにするべきだったね。いや、だからね、やっぱこういうランキングを作って思いますけど、なんでもかんでもライダーにしちゃいかん、やっぱり。やっぱ、推し文化、 いいと思うそのこのキャラクター推しです生活の活力ですみたいなでも本当に推しが仮面ライダーになるのがその推しの幸せなのかなっていうのはもうちょっと考えてほしいでその推しが仮面ライダーになった時別の人の推しが不幸になっちゃわないかい別の人の推しが大変な目にならないかいっていうことを考えてほしいですね いや、マジで推し文化は滅びてほしい。いや、滅びてほしいは違うか。いや、でもマジで、なんか、推し文化の方向性もうちょっと変えてほしいな。ライダーになることが推しのゴールっていうのは本当にやめてほしい。好きなキャラクターが変身しなくったってそのキャラクターの魅力はあるよ。皆さんの、こいつ、ライダーになってほしくなかったなっていうキャラクター。 このキャラクターライダーになってめちゃくちゃ嬉しかったっていうキャラクターがいたらコメント欄で教えてください。これからも特撮についての動画を出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。